皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、バーミヤンで美味しいと思うメニューはどれ?という内容です。では、早速見ていきましょう。30位は、サバ唐揚げ甘酢醤油。みんなの意見はこちら。サバを揚げて、甘酢醤油も作らないといけないという、手の込んだおかずなので、家では作りません。カリッとした皮が美味しく、甘いソースとよく合います。サバ料理の中で、一番好きです。29位は、たっぷり豚肉と野菜の旨味あんかけチャーハン。みんなの意見はこちら。パラパラとした、本格的なチャーハンに、旨味があるあんかけがかかっていて、お気に入りのメニューです。家族で行った際は、みんなで取り分けて食べても、満足感があります。28位は、黒酢の酢豚。みんなの意見はこちら。悪くもなく良くもなく、野菜たっぷり&揚げ肉で、満足度高いです。味付けも辛くもなく、ご飯に合い、お腹いっぱいになります。誰かとシェアするにもおすすめです。27位は、武蔵野麻婆。みんなの意見はこちら。麻婆豆腐は辛いのが多いですが、この武蔵野麻婆は、そこまで辛くはなく食べやすくて、とても美味しいです。辛いのが得意ではない東方ですが、もう少し辛くても大丈夫かもと思う味だと思います。好きな味です。26位はあったか、せいろ蒸し台湾カステラ。みんなの意見はこちら。ふわふわなのに、しっとりしていて、台湾カステラとしてのクオリティが、非常に高いと思います。値段も安価なので、バーミヤンでデザートを食べるなら、これと決めています。他のファミレスにはなく、バーミヤンでしか食べられない。せいろを開けて、湯気が出た時の、ワクワク感や、期待を裏切らない大きさなのが、かなりお得に感じるから。25位は唐揚げ。みんなの意見はこちら。子供が好きなメニューで、バーミヤンへ行く際はいつも注文しています。下味がしっかりついていて、好みの味です。コストパフォーマンスも良いと思います。油でギトギトになりにくく、カリッとしていて美味しい。身が結構しっかりある唐揚げなので、お腹が減っている時は、特に満足感があります。子供も大好きなメニューです。24位は、ゆずサンラータンメン。みんなの意見はこちら。サンラータンメンが大好きで、いろんなお店のを食べましたが、バーミヤンのサンラータンメンは、酸味や辛味がマイルドでバランスが良く、自分で味の調整がしやすいところが、とても好きです。サンラータンメンというものを、初めて食べましたが、とても美味しくバーミヤンでは、高確率で注文してしまいます。他の店だと当たり外れがあるので、スカラタンメンを食べるなら、バーミヤンという感じです。23位は、エビのチリソース。みんなの意見はこちら。使用されているエビが大きすぎず、食べやすいサイズであり、また辛すぎず、ピリ辛と酸味のバランスが良い。また一緒に乗っているサラダの食感が、パリパリでよく合うと思う。リーズナブルな価格の割に、エビのプリプリとした食感も、ちゃんと味わえます。チリソースの甘さと辛さのブレンド具合も絶妙で、単純に美味しいところです。22位は、五目焼きそば。みんなの意見はこちら。煮たものを家で作ろうとするとすごく難しいので、バーミヤンだとすぐ食べられて嬉しい。具材もいっぱいで、麺もパリパリの部分があって、食感も楽しめる。このメニューだけで野菜もたくさん取れて味が美味しいので子供の頃から割と注文することが多いです。麺の太さや硬さもちょうどよく、子供でも食べやすいです。21位は、五目麺。みんなの意見はこちら。値段コストパフォーマンス味どれをとっても、まずこれでしょう。実際行くと、必ず注文してしまう商品と思います。ファミレスでこれだけの味で、この値段は、企業努力の賜物と思います。具材がたくさん入っているし、大きめにカットしてあるので、食べ応えがあって、旨味も感じられる。スープもコクとオイスターソースの旨味が感じられ、とろみが麺とよく絡み合って美味しい。20位はサラワンタン。みんなの意見はこちら。チュルッとした食感がたまらなく、美味しいので好きです。中の肉種も、ジューシーで、外の皮とのバランスが絶妙です。小皿料理ながらも、満足感がある品だと思います。油の多いメニューの後や、麻婆豆腐などの辛いメニューの後に、口の中を整えてくれます。時間などに余裕のある時には、必ず注文しています。19位は小籠包。みんなの意見はこちら。小籠包を食べる機会があまりなく、だからこそ定期的に食べたくなる。ですが、何でもいいわけではなく、皮の厚さなど違いがあり、できれば美味しいものを食べたいと思うが、バーミヤンの小籠包は、皮の厚さと肉汁の出方など絶妙で美味しい。
普段食べられる機会が少ないので特別感がある。味もサイズも良いので、定番3個しか入っていないので満足感で言うともう一つまだまだ食べたいと感じる。18位は赤餃子。みんなの意見はこちら。来店した時に必ず頼む定番で、家族で食べられるから味に外れがないし、胡椒多めやシンプルに醤油とラー油のみなどタレを好きに作れるのも良い。これは毎回頼むメニューです。辛さもありここでしか食べられないメニューです。店でも宅配でも私はマストバイで頼みます。通常の餃子と一緒に頼み変化を楽しみながら食べるのがおすすめです。17位は野菜たっぷりタンメン。みんなの意見はこちら。野菜がたっぷり入っていて塩味が効いていて美味しいし、スープはあっさりしているがコクと旨味があって全部飲めるくらい美味しい。麺もツルツルして美味しい。野菜がたっぷり入ってるタンメンはキャベツ、もやし、人参、ニラなどの他に豚肉も入っています。麺もシコシコして食べ応えがあり、スープは塩が効いていて美味しいです。16位はごま付き団子。みんなの意見はこちら。ごま団子が大好きです。バーミヤンのデザートはどれも他のファミレスにないようなものばかりで心惹かれますが、中でもごま団子が好きでよく注文します。量もちょうど良くて食べやすい大きさです。ごまがたっぷりついてるし、小豆のこしあんがちょうどいいくらいの甘さでとても美味しいです。行ったら毎回頼んでます。白ごまの香ばしさと中の餅とあん、このハーモニーがたまらなく好きで、初めて食べたのが小学生の時でしたが、今でもあの味が忘れることができず、中華やヤムチャのデザートはごま団子を選んでしまいます。15位はチャーハン。みんなの意見はこちら。濃いめの味付けが好きなのと黒胡椒が効いているところがすごく好みの味です。自宅でも再現レシピで作ってみたりするほど好きなメニューで必ず注文します。値段の割にボリュームがあって美味しい。だいたいバーミヤンではチャーハン餃子と何か一品を注文する。たまに外れでベタついたダマのチャーハンに当たることもあるが、チャーハンが好きでどの中華料理店に行っても食べるが、バーミヤンのチャーハンは特に好みでほぼ毎回頼みます。コスパも良くてお気に入りです。チャーハンだけならチェーン店の中で一番好きです。14位は蜂蜜揚げパンバニラアイス添え。みんなの意見はこちら。甘くてサクサクで大好きです。はじめはアイスはなしで蜂蜜をたっぷりつけて食べるのが好きです。後でアイスも一緒に食べます。甘くて満足感があるけれど軽い食感なのでいくらでも食べられそうです。これもバーミヤンに行くと必ず注文しています。揚げパン自体がもともと好きなのですが、バーミヤンの揚げパンはサクサクしていて、噛んだらじゅわっと油が口の中に広がって、しかも温かいので日本の揚げパンとはまた違った味わいがあります。温かい揚げパンにバニラアイスの冷たくて甘いのがマッチしていて、4切れあるのにもう少し量が欲しいなと思ってしまうほどです。蜂蜜がかかっているのもアイスとは違う甘さがあるので食べ飽きないです。熱々の揚げパンとアイスがマッチして美味しいです。蜂蜜がかかっていてかなり甘いので甘いもの好きには最高です。ボリューミーなのでシェアして食べるのにもちょうどいいのでお気に入りです。13位はメンマ。みんなの意見はこちら。安くて安心感があります。外れがないメニューですし、味、食感も好きです。一皿では物足りなさを感じてしまうくらいです。メンマはおつまみとして食べるのが好きで、バーミヤンのメンマは安くてお手頃でシャキシャキ感もありとても美味しいので大好きです。味付けも濃すぎずちょうどいいです。バーミヤンに行った際に必ず頼んでいます。さっぱりしているので夏は週3で食べるくらい大好きだし、すごく美味しいです。カロリーも低いのでダイエットにもすごくいいです。12位はよだれ鶏。みんなの意見はこちら。よだれ鶏を初めて食べたのがバーミヤン。とても美味しかった。自分で作ろうとしても手間がかかるし美味しくない。あの価格であのクオリティはすごい。タイにも良い鶏肉なのに味付けが最高な点が魅力的です。バーミヤンでしか食べられない味だと感じますし、特別感があるので大好きなメニューの一つです。好みの辛さでビールに合うのでいつも注文します。主食以外にもう一品追加するとき、値段も手頃でおつまみにちょうどいいので重宝しています。辛さだけではなく香りも良くて美味しいです。11位は果肉入りレモンの黄金地。みんなの意見はこちら。随分昔にいただき記憶に残っていたため、当時中華系のスイーツが販売されているとしたら杏仁豆腐一択だったと思います。珍しいスイーツでさっぱりとしていて食べやすかったです。子供の頃から大好きなメニューです。ゼリーでもラタデココでもない他のものでは味わえない不思議な食感が癖になります。
爽やかなレモン味も食後の口直しにバッチリです。定期的に食べたい一品です。ファミレス系の中華レストランでなかなかこのメニューを置いていないし、揚げ物なんかのこってり系の締めにちょうど良い。酸っぱさも強すぎないし、ゼリーのようにつるんとして食べやすい。10位は山盛りフライドポテト。みんなの意見はこちら。山盛りと書いてありますが、他のレストランではそこまで量が多くないのであまり期待していませんでしたが、実際に3人分くらいの量が出てきたので、それ以来ポテトはバーミヤンで食べてます。マックとかのポテトも好きだけど、バーミヤンのポテトのサイズがちょうどいいし、芋感がすごくあって美味しいです。バーミヤンに行った際は蒸し鶏と一緒に毎回頼みます。複数人で来店するときはほとんど注文しているメニューです。メインのメニューを注文してみんなでつまむのにちょうどよく、揚げたてホクホクで美味しいので。9位は台湾大から揚げチャーハン。みんなの意見はこちら。もともとチャーハンが大好きで、バーミヤンのチャーハンもクオリティが高くコスパも良いと思うので、唐揚げとチャーハンの組み合わせは間違いないと思います。食べ盛りの子供たちでもみんなが満足できるくらいの圧倒的ボリューム感と、パリッパリの皮に仕上げた台湾唐揚げが大きくて本当に美味しいので、このメニューができた時は嬉しかったです。ボリュームがあり、食べ応えがあって、食べたっていう満足感があります。飲んだ時は妻とシェアしながら締めに食べる時もあります。家族みんな大好きです。8位は担々麺。みんなの意見はこちら。担々麺が好きでよくいろいろなところで食べるけど、ここのは味のバランスが良くて食べやすい。辛味は強くないので、辛いもの好きの人には物足りないかもしれない。スパイシーで複雑な味が美味しいです。辛さが控えめなところもいいです。家庭ではなかなか真似できない味ですので、よく注文しています。いろいろな店で食べられる品ですが、バーミヤンのものが好みです。担々麺も美味しいので、辛いものが食べたい時などの注文します。バーミヤンはラーメン系の味に外れがないので、安心して注文できるし、一人でラーメン屋に入るよりも入りやすくて良いです。7位は本格四川麻婆豆腐。みんなの意見はこちら。黒胡椒が効いていて、ピリッとするのが本格的で美味しいです。中華街で食べるような味が、ファミレスで低価格で楽しめるのはありがたいです。子供は食べられませんが、自分だけの楽しみとして注文しています。サイズも一人で食べるのにちょうどいいです。スパイスがしっかり効いていて、本格的な味がするだけでなく、ご飯との相性も抜群に良いので、大好物です。価格も非常にリーズナブルですし、腹持ちも良いので、コスパも良好です。麻婆豆腐は本格的です。辛いですが病みつきです。時事務所に食べたくなる一品といった感じで、数ヶ月に一度は店で食べております。チェーン店とは思えない仕上がりなので、ぜひ食べてほしいです。6位は油淋鶏。みんなの意見はこちら。少し辛いですが、がっつり食べたい時にいいです。甘酢醤油のソースが美味しくて、リピートしました。別添えのごまソースも美味しくて味変して、2度楽しめるので、好きな商品です。もともと鶏の唐揚げが好きです。バーミヤンの油淋鶏は、黒酢のソースが好みに合っていることに加え、味変もできるごまソースがついてくるので、最初は黒酢のソースで楽しみ、途中からごまソースで味わっています。外はサクサク、中ジューシーで美味しいから好き。味変用のごまソースも美味しくて最後まで満足して味わえる。家では油淋鶏を作ることがないので、バーミヤンに行ったら絶対頼む。お肉がかなり大きくて、単品でも満足の一皿です。結構なボリュームなので、みんなでシェアするのが良いかもしれません。ソースも甘みと酸味、辛味が絶妙で、何度もリピートしたくなる商品です。5位はレタスチャーハン。みんなの意見はこちら。昔からバーミヤンチャーハンが大好きです。慣れ親しんだ味ということで、たまに無性に食べたくなります。チャーハンの種類がいくつかあって大変ありがたいですが、大体レタスチャーハンを食べます。チャーハンはやはり自宅で作るよりお店で食べる方が美味しいです。レタスの食感も良いですし、野菜を食べていることでヘルシーかつ罪悪感もあまり感じません。よく食べていました。チャーハンは家で調理するよりも圧倒的に外食で食べた方が美味しい料理の一つだと思います。当然のようにパラパラで、レタスで野菜も取れるのがいい。最後に味変で酢をかけるのが好きです。レタスチャーハンなるものの存在を初めてここで知って、初めて食べてからのファン。自分で作ったりもするけど、火力の問題なのか、米がべちゃべちゃしてレタスもしなしなになってしまう。ここのにはかなわない。レタスのシャキシャキ感とパラパラのお米が絶妙で、とにかく美味しい。味付けもさっぱりしていてちょうど良い。
卵とレタスの彩りも良くて食欲がそそられる。4位は肉シューマイ。みんなの意見はこちら。シンプルに味付けが美味しい。冷凍したものが買えるが、自宅でもお店の味を楽しめるのが良い。一つ一つが大きいので、食べ応えがあり、お腹いっぱいになる。生地がもちもちで、中の肉甘みがありジューシー。食べていると量は少ない感じがしているのに、後からずっしりとお腹に存在感を出してきます。バーミヤンになくてはないメニューです。味もとても美味しいし、大きさも大きめでちょうどいいです。しっかり歯応えも良いです。シェアして食べられるので、毎回頼んでいます。副菜のイメージが強いですが、具材が多く食べ応えがある商品だと思います。満足度が高く、ビールはもちろん、ご飯との相性もバッチリです。シューマイが好きなので、バーミヤンに行くと、必ずシューマイは頼みます。椎茸入っていて、椎茸の出汁が感じられて、美味しいです。カロリーもそこまで気にならず、食べられるのが良いです。3位は、北京ダック。みんなの意見はこちら。高級料理と名高い北京ダックを、こんなお手軽価格で食べれて、しかも美味しいなんて感動しました。高校生の時に、よく友達と帰りに寄り道して、お世話になりました。子供たちがいつも喜んで食べています。中華街で本格的な北京ダックを頼んだ時は全く食べませんでした。バーミヤンの北京ダックは食べやすくてタレがすごく甘いので子供に好評なのだと思います。野菜を食べないのに北京ダックだとなぜかネギやキュウリも食べます。家族で行くと必ず頼みます。本格的な中華料理屋で食べるより手軽だから北京ダックというだけで高級なものを食べられたという非日常感があり、たまにする自分へのご褒美にぴったりだと思う。北京ダックは中華料理店でもメニューにないところや価格が高く気軽に頼めない店もあるが、バーミヤンは比較的安価であり、高級料理の印象が強い北京ダックを手軽に楽しめるから、北京ダックが好物なのですが、なかなか食べることができる店がありません。バーミヤンの北京ダックは味はまあまあですが、お値段を考えると驚異的です。北京ダックが無償に食べたくなると、バーミヤンに行きます。2位はバーミヤンラーメン。みんなの意見はこちら。地方住まいの間、よく大型スーパーのフードコートで出されるようなシンプルな醤油ラーメンを好んで食べていました。現在在住している首都圏ですと、あそこまでシンプルで万人受けするようなラーメンには案外出会えないので、チェーン店であるバーミヤンで安く好みのラーメンが食べられる点が気に入っております。廉価で無難で量も少なく納得できる内容だから、他は都度異なるものを選ぶが、ラーメンはそれらに加えて注文することが多い。ちょい足しの感覚である。定番で美味しいから、あっさりしているのに味は薄くなく、麺もしっかり喉越しがあるので満足感も高いです。ずっと味が変わらないのも魅力的です。どの料理にも合うので毎回必ず注文してしまいます。こってりしているわけでもなく、一見昔ながらの中華そば風なのにもかかわらず、値段の割に満足度が高いので毎回注文してしまう。特に麺よりスープの方が好き。基本的にラーメン自体が好きで、こちらのお店でも毎回頼んでいるのですが、期待にそれることなく、いつ食べてもずっと変わらない味で、毎回美味しくいただいているため、まず安い。見た目はシンプルだが、味は程よくあっさり、程よく旨味があって美味しい。具もシンプルで良い。餃子と食べると、また美味しい。スープと麺が絡み合って美味しい。すごくシンプルなラーメンで美味しいのだけれど、他のどの店にも似たような味のラーメンがない。子供も大好きで、大人の量でも最後まで残さず食べる。バーミヤンラーメンは意外にも出汁としっかりとしたスープとコシのある麺が特徴で、一杯で満足感が得られる美味しさです。気軽に本格的な味を楽しめます。1位は本格焼き餃子。みんなの意見はこちら。学生時代にバーミヤンでアルバイトをしていた友達に、バーミヤンの餃子が一番美味しいと何回も言われていました。実際餃子の味を比べたことがなくて、どこの餃子もそんなに味は変わらないだろうと思っていましたが、そんなことはなく、めちゃくちゃ安いのにこの美味しさなのかと驚きました。今ではバーミヤンに行くと必ず注文するようになり、皮はもちもちして噛み応えがあるけど、ずっしり重たい感じはしなくて食べやすいし、噛んだ時も肉汁が溢れてきて味もあっさりとしているので、もう一口と止まらなくなるので、いつも一人で6個食べてしまいます。バーミヤンの本格餃子は思ったより結構な肉汁とパリッとした皮の絶妙な価格で美味しさが魅力です。価格帯など考慮してもついつい食べてしまいたい商品です。
餃子専門店にも負けない味と、ファミレスと思えないような味で、子供から大人まで満足できる仕上がりで美味しいです。餃子だけでもいいと思えるくらい好きです。ニンニクの香りと風味がしっかり効いているので、食べ応えがありますし、価格がリーズナブルなので、出費を抑えて食事を楽しみたい時にも満足することができるからです。餃子の皮がパリパリして美味しいです。口の中で肉汁が広がりなんとも言えないです。自分で作ろうとしても作れないので、バーミヤンで食べることにしています。大ぶりな餃子で具ぎっしり詰まっている。具は野菜もたくさん入っていて、旨味があり、ジューシーで美味しい。皮も厚みがあり、もちもちしていて美味しい。ビールのお供として、これ以外には考えられないと思います。晩酌セットで十分だと思います。これに締めで五目麺でお腹いっぱいになると思います。もちろん単品でも380円で食べれるので、下手なへしゃげ麺屋さんより安上がり、一般的な餃子より一回りくらい大きい餃子で、具材がたっぷり入っているので、とてもジューシーで、旨味も感じられる。餃子の皮ももちもちして弾力があるので、食べ応えがある。バーミヤンに行ったら、食事でも飲みでも間違いなく頼んでいる。あの値段で一品出してくれるのは非常にありがたい。別のチェーンでは中のあんがドロドロだったこともあるが、しっかり肉感があって味も良い。冷凍だとは思うが安定して美味しい。大きさもちょうどよく、焼き加減も素晴らしい。野菜の味もちゃんとするので肉肉しくなくて私の口には合う。多すぎず少なすぎずのバランス良し。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。こういうアンケートもしてほしいという希望があればぜひお寄せください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。